リップ塗り塗りなう。待ってました。一番最後見えたから残念でした。え、見えてたよ。最近やっちまった出来事、え、なんだろうな。キレな、支えなきゃ、支えなきゃ受ける。ありがとう、なんかいろんな人に言ってくれてるみたいで、それ。うんうんうん。ちょ、洗濯機止まったら一旦ループするね。なあ、終電間に合わなくて入れなかったんだ。めっちゃおもろかった。ね、面白かったよね。めっちゃおもろいよね。ミドナイプープー。まだ境にいるの。ご飯食べてた？今洗濯しててよくしてよくしててよくしたからどんどんされる？マジ？今日も夜食食べてます。みかんおつおつ、楽しかった。負けちゃった。バン食べて動きがバスケのやつっぽいどういうこと？こういう感じ。あむあむ、おにぎり食べな。ここにいっぱいあるから食べて。あ、ほら食べていいよ。お疲れ、ありがとう。なんか嘘タワー多いな今日。皆さん楽しかった、ありがとう。見えてたよ、ありがとう。嘘タワー多い。姫めっちゃ近くて幸せ。近かったね、ありがとう。うちはもう可愛かった。あ、今日でラストなんだ嘘タワー。メリキについて一緒に行ってる。行きな。今日も寝らしい。嘘だわ。イエーす。限りな期待したの。砂で限りな期待。お疲れー、ありがとう。雑打ちはでもいいよ。可愛かった。すぐ分かったから、分かりやすかったからよかったと思いました。よかったと思いました。皆さんは周りに2人かきさえ振ってる人たち、宝塚見守ってた。でよ、たまに降ってたけど帰宅した、お疲れー。え、なんか、え、違うの、なんかさあの箱の中身は何だろうなしたんだけど、あのずっとリハーサルの時からなんか臭くて、なんかあの生き物の匂いがしてて、でなんかその匂いがなんか金魚みたいな、なんか亀みたいな匂いがしたんだけど、なんかみんな匂わないみたいな言ってて、わかんないんだよね。本当に臭くて、本当に臭かったの、本当に本当に亀の匂いがしてたの。だからレナは亀だと思ってたの。亀だと思ってたからレナは結構なんかねえレナじゃないなんかレナはなんか亀の甲羅を触ろうっていう、もう亀だって確信してたの。だってあのだって裏でボックスに近くに行ったら亀の匂いがしたから、だからもう絶対 100% 亀だと思って、
で、あの亀の甲羅を触るっていう頭の認識でいたのね。でも亀ってなんか噛む人とかいるじゃん。でレナじゃない、本当にさ匂ったの、マジ。なんか亀、なんか亀の匂い、わかるみんな。なんかなんだっけ、なんか亀の水槽の匂い、とりあえず水槽の匂い、なんか水槽、水槽の匂いで一番あるかなって思ったのが亀なの。だから亀の頭でいたの。なんか別に亀の匂いっていうか、なんか水槽の匂いで、そう。今日めっちゃ眠い、でもまだ寝れないんだよね。今日朝まで寝れないっていう。今日さ、なんか今日の目標があって、家事のね、家の用事の、いや分かるでしょ、水槽の匂いが裏でずっとしててさ、水槽の匂いで、家事をしようと思って、でね、今日の朝に起きたのがもうほんと家出る20分前ぐらいに起きちゃって、だから洗濯物を回せなくて、でその洗濯物が服とかじゃなくて、あの布団のシーツを一回洗おうみたいな思って、なんか気分良くするために。けど外に干せないじゃん、まあ、花粉もあるし、なんかシーツが普通のシーツじゃなくて、なんか可愛いなんかひらひらみたいなのついてるから、だからなんか洗わんでおこうかなと思って、まあ、とりあえず家を出たの、洗わないでおこうと思って、でとりあえずまあ別に今日じゃなくてもいいしと思って、なんか天気いいからって思ったけど、よく考えたら外に干せないからシーツで、花粉もあるから、え明日天気悪いの、え明日勝手に天気いいと思ってた、えそうなんだ。えそれでなんか今とりあえずなんかあの回してるシーツだから寝れない今だ。でお風呂場で乾燥させないとダメだから、まだ寝れないんだよね。そうやばい、だからなんでこんな夜に洗濯機回したんだろうね、アホだと思う私。アホだと思います。だけどお風呂入れない、え待って、今のうちにお風呂入らないと、え待って、なんでこんなにバカなことしたの、えちょっと待って、え待って、レナってバカかもしれない、え待って、終わるかも。え待って、え待って、え待って、床で寝ることになるんだけど、え無理、え待って、終わっちゃった、え終わった、え無理、計画性ゼロだった、えなんか回しそうと思って回しちゃった、やばいやばい、ちょっと普通にどう思いすぎるんだけど、え待って、え最悪なんだけど、えカメレナやばい。え待って待って待って、やっちゃった、えそうだ、え床で寝るか、いやお風呂はとりあえず入るじゃん、っていうか今配信終わって、あだから犠牲にするものはみんなとの時間を犠牲にするか、みんなとの時間を犠牲に、は腐れなとか言ったね、はいじゃあもうみんなとの時間を犠牲にします。今終わってすぐにお風呂入ったら乾燥かけれるじゃん、えどうしよう、シーツなしはなんかやだ、えーやっちゃった、普通になんか、しかももうすぐ脱水なんだよね、多分音的に、音的にね脱水してんの、脱水の音なんですよ。みんなとの時間犠牲にしていい。いやシーツ普通2枚ないから一人暮らし、乾きました。ちょちょちょ、みんな待っとって。ちょ、一旦終わるわ。ちょ、一旦乾かしてくる。でも、お風呂に入らないと乾かせないから。とりあえず12時まで配信することにするか。ということは、12時まで一旦シーツ乾かして、で、お疲れ。で、ってことやんな。でお風呂入ってもう一回シーツをかけ直す。いや積んでるねんけど普通に。
配信せんでいい。いや違うやん、だってさ、なんかみんなしてほしいかなって。みんながお風呂入っていいって言うなら入るわ、じゃあ。ベロいた。お風呂が配信するもんけ。お風呂入っておいで。この時間のレナ配信嬉しい。ほら、そういうこと言って、なんか終わってほしくないとは言わへんけど、そういうことを言うっていう。疲れるし、お風呂入って寝や。寝れないんだよ、シーツが乾かないと。お風呂入るのが本当に臭いじゃないの。いや、お風呂は入るから絶対。てか入ってください。違うよ、お風呂は入るよ。お風呂入るけど、お風呂はね、お風呂はね、オーナーしたからお風呂だね。スポーツしたからね、動いたからね。寝ないけど、とりあえず今からお風呂入るか、シーツ干すか。今からお風呂入ったらもう配信今日はしないで、お風呂入ってすぐにシーツを乾かすので、もし配信するなら一旦1時間乾かせるじゃん、シーツ12時まで乾かして、で一旦お風呂入って、でお風呂上がったらもう一回かけ直して干すてなー。どうしよう、先にお風呂入る。迷うんだけど、とりあえず今、どうしよう。いや、お風呂入る方がいい。お風呂入ったら今日しないんだよ、配信もうこれ以上。とりあえず15分出る前待ちな。朝配信したからね、大丈夫なの。しゃあないし、運転中なんかなんでもいい。ダメだよコメント、うっちゃん気をつけてね。とりあえず15分配信してお風呂で、お風呂入りながら配信すればいいんだっけ。どうしようどうしようどうしよう。どうしよう、お風呂と配信両立させようとするな、みんな。かわいいですし、一旦片付けられる。一旦片付けられる、それは大丈夫なんだよね。いやでもな、みんながかわいそうなんだよね。結婚して、結婚していいよー、してあげるねー、してあげるねー、シーツ洗濯したからしてあげるねー。未完全に来れなかったみんながかわいそうなんだよね。結婚していいよ、未完全だったからいいよ、今日未完全 TV だったから結婚してあげるね、いいよ。シーツ関係ない。会えなかったでしょ、だからなんか配信がちょっとしかやんなかったらあれかなと思って。配信したいだけ、違うよ違うよ違うよ。結婚していいよ、あお疲れ、ありがとう。結婚して何しよう、おにぎり食べたからいいよ、してあげるよ。会えなくて寂しいじゃん絶対みんな、だから会えなくても全然平気だし、いやいやいや会えなくて寂しいから。寂しいと思うから、行かんで行かなくてごめんよ。そんなこと言わないで。でもね、楽しかったね。そうなんだよね。トリマシーツ干す。トリマシーツ干そっかな、じゃあ。綺麗な財布って見えてたよ。
丈夫、今なったばっかじゃん洗濯機、大丈夫だから十分伝わってるから、お風呂入りなはれ代わりお花見、え、お花見したの、え、待って、写真見た、どうだった、満開だった、お花見桜見てきて、ね、行ってたね、綺麗だった、満開なんだね、名古屋でまだ桜、あ、見たわ、大須なんちゃらで、えーで、くさくさ、うわ、やば、浮気しようとしとどうしよう、かびれのやめて簡単に乾かない、それな、私がさね、ありがとうしたよ、ハートサイだったから、鶴間公園行ってきた、え、そうなの、え、いいな、シーズン、なんか今日ユアが行ってた気がする、鶴間公園、鶴間公園か分かんないけど、葉桜だったの、葉桜になってた、嘘でしょ、待って、レナも行こうと思ってたのに満開の時行けないかな、え、待って、行きたいんだけど満開の時に、え、もう満開じゃない、明日の天気悪い、雨とか風で満開がなくなりそう、どうしよう、来たいのに、ジョジョ世代から一番遠い端っこで泣いてましたでも斜めだったか見えたんじゃない、見えないか、見えてた、オレンジピンク見えてたよ、明日天気悪いから公園打ち合わせは NG でお願いしますフ1週間ぐらいが見頃、あ、そうなんだ、もう少しちっちゃい、あ、まあ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 、まあ、食べの忘れた、うん、インストールして寝るから安心して、はい、お風呂へ明日配信、あ、待って、ユアじゃないか、あ、待って、ユアじゃないわココミかもアメル来たん、ココミかもしんない、ココミか、ココミだわ、多分ココミ行ってなかった、今日メール来なかった、メール来なかったですか、ココミさんから、咲く前に歯が生えてきてる、あー、12歳行くの前入ります、おー、いいね、いいことあるよ、ないかもしんないけど、じゃあ寝る前おやすみ、よく寝てね、え、待って、ちょ、一旦切るね、一旦切るね、一旦切るね、一旦乾かしてくるわ、一旦乾かしてくるか、心臓の方向、いや細い、いや、どうしよう、待って、どうしよう、明日12の席、うわ、明日か、見て、多い人が多かったらいいな、みんなが見やすいところがいいな、する程度で、一旦な、ちょ、一旦やから、一旦切るから、多分次な、あの、再開しても通知いかへんと思うから、ちょっと待っとって、5分ぐらいかな、一旦待っとってな、切るな、一旦